まあ皆さんね、想像を膨らますのはね、あの自由なんですけど、もし俺が顔出ししたとき、あー違ったっていうのだけやめて。俺も別にここまで出してないだけで顔出しする可能性があるから別に、あーちょっと思ってたのにちゃうなーっていうのだけやめて。まあ出さなさすぎてハードル上がってるやろ。思ってたんと違うで、トレンド入りしたら本当に俺活動やめちゃう。やめない。逆にそれだけでトレンド入りできるなら俺はもう顔出し続けるか。いやなんかあるよね、なんかそのさ、何々すぎてハードルが上がるパターンね。小学校の時とかさ、風邪で1週間ぐらい休んだ後、なんか妙にちょっと学校に行くのもなんかちょっとなんかすごいそわそわしちゃうなみたいな。でだから あと2日ぐらい休んじゃおっかなって仮病使って休むんやけど、なんかうわあの時行っとけばよかった、なんかこの2日の分でなんか妙にハードルが上がっちゃってみたいな、あるよね。うわあのマジで俺本当にさ、プールの後の教室がすごい好きやったような匂いが、プールの塩素の匂いと湿度が高いからなのかな、なんかそういう時さ床の木の匂いが余計せん。あと床のさなんか隙間におるな小さい虫とか、小さい虫あいつら可愛かったな、教室の隙間にひっそりと生きてあいつら頑張って生きとったで。っていうかさ、俺がさその小学生の時とかさ教室にエアコンがなかったたのよ。今時もがっつりあるでしょ多分。え、今時の小学校ってさある？エアコンない？ある？あでも割とありそう、割とあるっぽいな。中学とか、いやもう扇風機さ、えマジでさ教室にあるさ首振るさ上についてる扇風機ってあれないに等しくない？あれ意味わからんくない？あれ動かしてるの意味わかんないでしょあれ。え今の小学校給食でハーゲンダッツ出ます？いやそれはそのだからおぼんぼんのお小学校でしょそれ。おぼんぼんのお小学校でおハーゲンダッツが出るだけでしょそれ。さすがに一般的ではないでしょそれ。ちょっとオリッチなお小学校でしょそれ。おアイスが出たことないもんお小学校で。私のお小学校ではおアイスが出たことがございませんわ。いやアイス出たことないって。いや冷凍みかんとかないって。え冷たいもん、そんなもう氷ってぐらいのレベルのキンキンに冷えたやつは出てない。クリスマスにケーキ選べた？あーもうそれオリッチなお学校ですわ。さすがにオリッチですわそれは。ババロアって何？検索しよう。ババロア何やこれ、何やこれ。ババロア、おババロアなんてお食べたことおございませんわこれ。きなこ揚げパンでしょゴッドティアは。きなこ揚げパンでしょ。きなこ揚げパンマジでうまいからね。あの日だけは残りのきなこ揚げパンの取り合いで死人が出てたね。3人ぐらいきなこ揚げパンの日だけはさすがに。いやほんのそのレベルよきなこ揚げパンは。だからたまにねなんかパン屋さんとかフラッと寄ってきなこ揚げパンとかを見つけると買っちゃうのよね。でもなんかあの時ほどのうまみはないんよな多分。自分で食べたいものを選べず豪華なものが出てくるかって言われたら別にそんなこともないっていう状況下で、しかもお菓子とか食べれないから勝手にその状況下で食べるきなこ揚げパンがうまかったんやなって思う。あれなんやろな、自分の食べたいタイミングで食べられず甘いものは基本的にない、自分食べたいものは持ってこれない、ジュースも持ってこれないみたいな。多分その状況下で食べるのが一番うまかったんよ。っていうかさ今ってどうなんやろ、授業中のさ水分補給とかってさ許されてんの？勝手に自分で飲むみたいな。今時よ今時。ダメよもうリアルタイム小学生、リアルタイム小学生か小学生の子を持つ母親か父親しか今言えないからね。今リアルタイムよ、ガチの今の。先生による、あジュースマリ高校 OK。 高校まで行ったらねなんかダメなパターンもあるんやな。てか OK でしょ、古くない？さすがに授業中先生の許可なしで水分補給しちゃいけませんとかさ古くないか、それが日本。なるほどね。あとだから教室にエアコンがないのとかもさダメでしょ。人間あの夏場の一番暑い状態での集中力ってもう終わってるでしょ。なんか良くないよね。昔のなんかさあまり効率が良くなかったっていうか理にかなってない風習をちょっと美徳とするところがあるよね。パソコンで調べるのをなんか悪とする人もおるもんね。なんか昔は本で見て調べてたから最近のやつは検索とかして
みたいな言うけど、あれちょっと、まあでも本には本の良さがあるか、本には本の良さがあるけど、気になったことをリアルタイムでパッて調べられるネット強いです。でもそれを悪とするのはね、ちょっと良くないよね。昔の人たちがやってたからそれが美徳とする風潮あるよね。そんなこと言ったらな、畑とかも機械が耕してるからな。今昔機械とかなかったでしょ、本当に。昔根性がないとか言うのよ。ああ言うね。ゲームにも言えるくない？ゲームもさ、昔に比べたらさ、絶対に悪いとこ、昔の悪いところをどん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 改善していって、快適かつ普通になんかストレスがないように作られてる。絶対いらないストレスやったものを排除してより良いゲームを作ってるはずなんやけど、いや昔のゲームはもっとここでこうやったから、最近のゲームはぬるゲーやなーみたいな言う人とかもおるよね。解雇中、そうね、解雇中的なさ。あーモンハンとか、そうモンハンとか、だか昔さ歩きながら飲みやんだわけ。もうなんかぼったちしてグビって飲んでシャキーンってやってたの。筋肉ありますみたいなポーズで。あれ別にあれのシステムもいいけど、歩いて飲めた方がいいでしょ。っていうか歩いて飲めるでしょ、基本的には歩いて飲めた方がいいでしょ。あんまりゲーム得意じゃなくて、あの回復モーションで無限に食らい続けて回復しきれなかった初心者とかもおるわけ。でも今時歩いて飲めて楽やなみたいな。今歩いて飲めるよ。ペイントボールね、そう。じゃ別に昔のゲームが粗悪ってわけじゃないけど、あれを美徳とするのはちょっとよくわかんないよね。まずオートセーブとかなかった。確かにそれはそう。昔のだるま、でもさ、俺さ、昔のだるま、なんかその、俺に対する解雇中みたいな、ほぼ見たことないんやけど。だるまは昔の方が面白かったとか、なんか言われたことない。言われたことないっていうか、まあ、正確には言ってる人はおるんやろけど、マジで見かけたことないね。まあでも、フォートナイトの時に見てくれてた人たち、だいぶ離れてるやろからな。いや、でもいつか言われんのかな、昔の方が面白かった、みたいな。うわ、全然ぶん殴っちゃうな。ボコボコにしちゃうよ。ボコボコにしちゃう。いや、だるまやっぱ、何々やってる時が面白かったな、みたいな。いや、そんなん言われたらもう、殴っちゃう、さすがに。さすがに殴っちゃう。でも、あんま言われない。あんま言われないのはなんで？なんでなんやろ。変わってないから、俺が。こいつは変わったけどな、だいぶ。でも、あんまり言われないよね。だるまパンチは弱いでしょ、俺のパンチは。クソアゴパンチよ。小学生と多分いい勝負できるかもしれん、今。強そうやもん、小学生。意図せずにリスナーのニーズに合ってる。めっちゃかっこいいやん、その言い方。意図せずにリスナーのニーズに合ってる。めっちゃかっこいいだろ。そういう俺、解雇中の話になったら。俺あんま来んのよな。意図せずリスナーのニーズに合ってるからかな。今の小学生は那須川天心見てるから強い。那須川天心見てるだけで強くならないでしょ。な、俺もうそんなもうめっちゃ格闘技見とるよ。めっちゃ見とる格闘技。めっちゃ強いはずじゃあ俺。そんなこと言ったら俺バキ見てるからね。これやばいでしょ。バキ見てんの。小学生の頃デュクシって言ってた。いや言うやろ。デュクシが一番おもろかったやろ、小学生の時。いやバキ見てたから俺めっちゃ強いよ俺。勝てへんやろ。トリケラトプスケンするよ俺。スマブラもしてたな。デュクシはね、やっぱティア1やね。小学校1年生から小学校3年生にかけてティア1やね、デュクシは。っていうか俺最近自分の年齢がマジでわからんくなるけど、23よね俺。1998の10月31日が誕生日やから、23やね。で、今年24だ俺。マジでわからんくなる年齢が。いや、まあまあ、若くはあるよ、若くはあるよ、そら。未だに多分俺のこと30代やと思ってる人俺でしょ。俺マジで年齢上やと思われがちやもんな。ジャスより年上、だからジャスパーが俺の一個下でしょ。いや、まだ若いけど。まだ若いけどさ、もう24かって。だって俺17、18ぐらいでフォートナイトの競技入って。え、もうこうやって年取るんだよ。人生をより長く楽しもうと思ったら、初めての経験をいっぱいするべき。これマジでね、思う。初めて見る CM ってめっちゃ長く感じるけど、2回目、3回目、4回目ってめっちゃ短く感じるよね。で、多分人間ね、同じことをね、繰り返すとね、どんどん短く感じる習性あると思う、マジで。どっか行くにしても、初めてのところって、移動時間がめっちゃ長く感じるけど、2回目、3回目行ってたらめっちゃ短く感じるよね。だから初めての何かをね、ずーっと、やってたら人生長くできるね。で、俺はずーっと同じ景色を見つ
見続けてずっと同じことしてるから、俺だからもう秒速で進んでる、みんなみんなのあれより、みんなのね時間軸とね俺の時間軸多分だいぶ違うよ。多分社会人はもっと早いよ。まあそうやろね。で社会人の人たちマジで偉い、本当に俺ね社会人の人たちにだけはねマジで頭下がらん、上がってますよと、頭が上がってますよとジョークね。いやほんでね社会人の人ねすごいよ。で俺がまず無理やもん、そもそも社会で、社会に出て俺がなんか何かすることは絶対無理やから。でしかもさ社会人の人たちってさ、なんか目標を立ててさお金貯めたりとかさ、これに使うから頑張るんだみたいな、しかもその頑張るの範囲がさクソでかくない？1年とかでさ見積もってない？1年こうやってこの収入でこれだけ貯め続けたらこれが買えるからみたいなさ、半年とか1年とかで見積もってない？そう、それこそライブとか何か買うもの、あ、まあ無理な人には無理か、俺が無理やもんな、まず。だからもう社会人すげえよ、マジ尊敬してる。だから好きな何かのグッズがいついつに販売するからそのグッズを買うためにみたいな、やべ、グッズ出せって言われる、早くグッズ出せって怒られる。これで俺のためにお金は貯めるな、いや俺のためにお金は貯めるなよ、それはもったいない。まあだからグッ、あーやべ、グッズやべ、焚きつけちゃった、焚きつけてしまった。いやもうそれはもうなさるんだ、だからグッズはそのだからあれですよ、作るよ年内にね。それだからもう任せてくれ、もう年内にグッズは出す、もう現地取ってくれ今。